品川区は災害時に被災者に寄り添った生活支援を行う協定を都内に拠点を置く弁護士会と締結しました。品川区と協定を結んだのは、いずれも都内に拠点を置く東京弁護士会と第一東京弁護士会、それに第二東京弁護士会です。品川区で行われた調印式では、品川区の森沢区長と 東京弁護士会の松田純一会長が協定書に署名しました協定では地震や台風などの災害が起きた場合区が指定した場所に弁護士を派遣し一人一人の状況に応じて法律相談や生活再建に関する情報を提供していくということです東京の3つの弁護士会による協定締結は中央区に続いて2例目です 災害発生直後だけではなくて災害が発生して時間が経過するとともに必要となってくるもの、そのニーズに的確に対応するかといったところも大きな課題かと思っておりますので、品川区のです、ね、防災力の強化に取り組んでまいりたいというふうに思ってございま,すまた、品川区は災害時に出るゴミの収集と運搬について、区内で資源回収を行っている事業者と来週、協定を結ぶ予定です。